はい、皆さんこんにちは。新潟県新潟市秋葉区旧新津かな、観音寺さんに来ております。素晴らしい門構えをしております。そしてこちらに石仏もあります。ご立派ですね。この辺も相当いいの石仏が揃っております。何なの、多分これ江戸の石仏になってるのかな。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 江戸の石仏になっていると思います。すごいね。すごいいい音します。こちらにも鐘がありました。ないわ。もう入り口からこの石仏、なんとも言えない味のある場所になっております。この門もご立派だ。結構新しいね。すごい年季のある場所になっております。すごいね。なんとも言えない。すごく神社みたいに手を洗う場所もあります。これは水出てませんね。そしてこの正面の盆書、そしてこの砂、きれいにこう入ってありますね。すごい。盆書からまた隣のこの、なんていうんですか、観音様、なんとも言えない場所になっております。そしてこっちから見る、なんていうんですかね、お寺さんの設備、ご立派になっております。でじゃあ早速、じゃあ行ってみましょう。今日はここ、前回一つ前のあの人、Sさんがまたここで展示会をしているということで来てみました。結構最近 Sさん出ております。ネタがないんでしょう。あ、ここにありますね。それではお邪魔します。素晴らしい。そしてじゃあ会場行く前に少しこの辺見ていきましょう。これは何だ。おみくじがあります。女性と男性が分かれております。歴史を感じる場所になっております。そしてこの上、仏画ってんですかね、結構飾ってあります。このお寺さん絵が好きなのかな。すごいわ。ああ珍しい、中に提灯がぶら下がってるよ。そしてここにまた仏様があります。よく分かりませんけども拝んでいきましょう。よし、じゃあ早速会場の方行ってみましょう。あ、これ神社になってるのかな、よく分かんねえわ。そしてここにも絵がありますし、この標本もすごいわ。手が込んでる。やっぱ絵が好きなんだね。あ、ここが開山堂になっておりますね。じゃあ行ってみましょう。あ、いましたね。エシさんいましたね。お客さん誰もいませんね。お邪魔します。焼けてんじゃん。はい、そうですね。でかいね、いつもより。はい、石賀の寺さんかな。ああ、依頼品で、うん、で、こちらの方は和田と申します。あ、こっちも使って。和田と申します。あの版画をやっております。この版画、何ですか。あ、書いてるんじゃなくて版画なんです。書いてる作品もありますけど、版画が。あ、私全然わかりません。一つじゃあ説明してもらいましょう。はい、じゃあこれ説明しますね。これはですね、命の山という作品で。命が繁殖して
山のようになっているという様子を描いた作品です。でその命が繁殖している山自体が一つの意志を持った神というかそういうものになっているというそういう作品です。もともと仏画みたいなのなんですか、それともこういうふうな感じなんですか。あ、この白い画面の作品は、はい、の今回のお寺の展示に合わせたものなので、本来はこういう黄色の画面の作品です。どう、こう分かる人はこうやっぱり評判いい、まあ、好きだと言ってくれる人とは名作はどう。すごい細かくて、はい、すごい、うん、いいと思いますよ。生命力を感じますということです。なんで知り合ったの、展示会館の中で。ですね、羊画廊です。あ、はいはい、はい、あ、じゃあ羊画廊さんで結構じゃあ 長く。いや、そこまではなくない。でなんで版画を始めてしたの。あ、そうですね、最初ボールペンで小さい頃から描いたんですけど、うんうん、銅版画っていうのは線の表現、うん、すごくよくできて、しかも手で描いたものとはまた違うような味が出るということで銅版画をやろうと。一枚の板で刷ったんですね。名前を重ねたわけじゃないのよ、はい、すごいね。やっと手元に来ました。じゃん、お金がたまるそうです。はい、そうです。お金たまるんだって。これはね、はい、そうですね、この、ま、マングースも売ってるじゃないですか。ああ、これがね、お金、はい、そうですね、これが宝物で、うん、そのマングースが宝物が入ってるみたいな、うんうん、ですって。マングースを持ってて、このマングースが宝物を入っているという、お金が貯まるという絵です。いえいえ、やっと手元に来ました。ずっと金欠で大変でした。はい、素晴らしい、なんかこう完成的な絵を見させていただきました。そして絵受け取りました。よし、帰ろう。ここは新潟市秋葉区新津観音寺、オケサインゴーフ。いやー、いい場所だったよ。結構この石仏すごい手が込んでる場所になっております。すごいね、これだけでも見応えがあるね。暑いわ、セミの鳴き声が、あ、なんかあるわ。これだけ見ていこう。ご利益地蔵があるみたいなんで、そちらの方行って帰りましょう。あった、正面にでっかいお地蔵さん、ちょっと抜けたお地蔵さんがあります。これ拝んで帰りましょう。オッケー、最後。